浅草公園ロック。浅草公園ロックは、東京都台東区浅草にある歓楽街である。通称、浅草ロックまたは、公園ロック。ロックは、もともと1884年、明治17年より始まった浅草公園の築造、整備にける区画番号の、第6区画を指した。戦争時の周辺は、元禄時代の頃から盛り場になったとされ、 江戸最大の盛り場に発展。明治時代に入り、欧米に習って都市公園を作るべく、戦争時計台は1871年、明治4年1月の社辞領上事令を受けて、明治政府に公衆され、1873年、明治6年1月の大乗官二つ第16号により1873年3月、浅草公園と命名された。 1883年、明治16年9月戦争時西側の避暑地、通称、浅草田んぼの一部を掘っていけ、大池、後に、通称氷炭地都市、掘り出した土地で西側と南側の地盤を追事して、外区を造成、戦争時裏手の通称奥山地区から見世物小屋等が、移転し観楽街を形成した。1884年、明治17年1月公園地は、 東京府によって1区から6区までに区画され、同年9月7区追加、1934年公園地から除外、その間落外は浅草公園地第6区となった。下役と浅草区が合併し、台東区が誕生した年の1947年、昭和22年4月の社寺等宗教団体の使用に供している、地方公共団体有財産の処分に関すること、 内務文部時間通帳に基づき、同年5月をもって、公園地から解除されやがて戦争時の所有に戻った。しかし1区から6区までの行政区画上の町名は、そのまま1965年、昭和40年8月の住居表示制度が導入されるまで残された。とりわけ1886年、明治19年5月に浅草公園が開園してからは、 浅草公園の名よりも浅草ロックの名が先行するまで栄えた。地図の上では、公園ロックは旧浅草公園ロックを除くと地域区分されてた。前後するが、浅草公園ロックは1887年、明治20年の根岸工業部の時技に始まり、演劇場、活動写真常設館、オペラ常設館などができて、流星を誇り、江川の玉乗り、 浅草オペラ、安木節等が注目を浴びた。1890年、明治23年に建設された両運閣、浅草ロック北側は、通称、浅草12階と呼ばれた高層ビルで、その展望台は浅草は、愚か東京でも、有数の観光名所となったが、1923年、大正12年9月1日の関東大震災で、崩壊した。1903年、 明治36年には、吉沢商店が、日本初の映画専門館、電気館をオープンした。昭和に入っても、あちゃらかと呼ばれた、高等無形の喜劇が好評を博し、1945年、昭和20年の第二次世界大戦の終戦後も、経演劇、女剣劇、ストリップ、及びその幕愛に演じられたコントが注目を、アビ芸能の伝道、一大拠点として、 ここからスターとなった芸能人も数多かった。1951年、昭和26年戦争時本堂再建のために、ランドマークであった通称、氷炭地、小氷炭池を含むが埋め立てられ、後地に1952年、昭和27年浅草楽天地の映画館、浅草宝塚劇場と195年、昭和29年遊園地、楽天地スポーツランド、 1959年、昭和34年東急グループの複合娯楽施設、新世界ビルが建つ。また、1954年に、観音本堂からロック工業街までの間が、西三道商店街とて整備される。1950年代後半に最盛期を迎えた、戦争ロックも高度成長期と呼ばれた1960年代に、入り、テレビ時代を迎え1964年、 昭和39年の東京オリンピック以降新宿、渋谷、六本木、池袋等の方面に若者の文化が芽生え、急激な地盤沈下を迎える。若者世代の思考と合わなくなった映画館、劇場はことごとく閉鎖され、1974年、昭和49年新世界の跡地にはウィンズ朝が作られ、以後平日は通行人がまばらで週末は、 競馬目当ての客のみが集中する光景が多くなった。夜間は十九時になると人通りもまばらになり、不夜城と歌われたかつての陰心ぶりとは覚醒の感がある。1986年、昭和六十一年複合商業施設、浅草ロックスが開業。1988年、昭和六十三年に映画、偉人たちとの夏のロケ舞台、二千三年。 平成十五年 NHK 庁の連続テレビ小説、心の舞台にもなった。この頃から公演ロックの社用に歯止めをかけるべく、地元の浅草おかみさん回答の下座さえ、等により次第に復調の兆しを見せていた。しかしながら二千十二年九月から十月にかけて、浅草ロックにとって最後の映画館であった五館が相次いで閉館され、すべての映画館が消え去った。 こうした映画街としての顔は消えたものの、2013年よりロック、ブロードウェイ商店街振興組合を中心に、浅草ロック再生プロジェクトが行われ、2015年12月商業施設、丸ごと日本等が開け、2016年4月には、道路での出展やイベントなどができる国家戦略特区の認定を目指した社会実験も行われた街路全体を劇場と見立てた構想。 同社会実験は2016年9月に第2期を実施し、2017年1月13日には第3期を迎え、浅草ロックオープンカフェとしてスタートした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。